ジョセフ・ノエル・シルベストルはフランスの画家である。名は、ヨゼフ・ノエル、ヨゼフ・ノエル、ヨゼフ・ノエルとも綴られる。1869年から1876年の間に、シルベストルの歴史画は多くの賞を受賞したが、20世紀に入って、歴史画というジャンルは時代遅れになったので、一般的に知られることは少なくなった。エロー県のベジエに生まれた、トゥールーズで、 美術を学び始め、トマクチュールの作品などから影響を受けた。パリに出て、国立高等美術学校で、アレクサンドル・カバネルに学び、アカデミック美術のスタイルで、歴史画を描いた。1869年に、マラトンの兵士を描いた作品で、有望な学生に与えられる、ローマ賞の3位を得た。1875年にも賞を得て、1876年に、 ローマ時代の毒薬使いロクスタを描いた絵でサロンド、パリで賞を得て、ヨーロッパの多くの画商たちに、シルベストルの作品は注目されるようになった。ローマに旅し、そこでローマの略奪を題材に大作を描き、代表作の一つとなった。その後も歴史画を描いた。ありがとうございます。